wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad. It's good. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm moving tall. I never finish what I've started. I'm moving tall. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't want to face myself. I don't want to face myself. I don't want to face myself. Wonder if God got better things to do. これ成功な予感しかしない。形とねサイズはいびつだけど、こんなにパン作りが成功したことがないから、ちょっと今感動しています。今からあと30分ちょっとあったかいとこで寝かせて、焼きたいと思います。やばい、おいしそう。できました。おいしそう。暑いから待ってね、暑いから気をつけてね。美今日のお昼はこの前買ったトレーダージョーズで新しく出てたターキーっぽいビヨンドミートみたいです。プラントベースドバーガーズって書いてあるから、ちょっとなんか多分鶏だからパサパサなのかな、なんかわかんないけど、ちょっと試してみようって感じで、買ってみました。で今日はあとご飯とのサラダ、久しぶりに、もううち生野菜のサラダとかって年に数回ぐらいしか食べないんですけど、これね、なんかすごい面白くて、プロテイングリーンズって書いてあって、ほうれん草とか小松菜とかね、水菜とかも入ってるんですよ。で、なんか面白そうだなと思ってちょっと買ってみました。あとはヨーグルト、フルーツヨーグルトみたいなのを添えようかなって思ってます。あ、これはトマトサラダに添えようかなと思って、そんな感じでちょっとバーガーにはしないで普通にちょっと食べてみようと思います。じゃあサラダを作っていきます。中身はもうあるもので、これが結構いろいろ入ってるから、これとトマトとキュウリがこんだけ余ってたから、キュウリとあとちょっとスライスした玉ねぎ入れようかなって感じです。じゃあドレッシングを簡単に作っていきます。あともうオニオンが入ってるんですけど、タヒニを使って作ろうかなって思います。タヒニをもうないから今度使っちゃおう。大さじ今3ぐらい入れてます。洗濯機の上だよ。で、オイルはサラダとかはこう熱に弱い、このヘンプシードオイルとかを結構使うことが多いです。これを入れて、いつももうこれ冷蔵庫で保存してます。でアップルサイダービネガー、酸味も必要なので、これを2うわお2ぐらい入れて、よし。でここにこのプラントベースのミルクポットを入れます。3ぐらいかな。これはね、適当にもうこのあえて見ながらで全然いいと思います。いいよ、あえていきます。でメープルシロップを入れます。この辺はお好みで大丈夫です。
するともう簡単にクリーミードレッシングみたいなのができます。よし、でもこれにあとはサラダをあえるだけなんですけど、今ちょっとキヌアも入れようかなと思って、キヌアを今ちょっと茹でているので、それができたらあえたいと思います。今ね、この開けてみたら こんな感じだったんですね、桃つと。で、ちょっと少ないから、うちはみじん切りした玉ねぎを入れて、ちょっとミートボールっぽくして作ってみようかなって今思っています。で、本当はここにちょっと味付けしたいんだけど、これが一体どんな感じなのかっていうのを今回は試してみたいから、あえて入れず、これだけで作ってみたいと思います。こんな感じで今焼いてます。ちょっとね、もう見てお分かりの通り玉ねぎを大きくしすぎて、なんかもうすごい炒めになっちゃったんだけど、焦げてきた。これで味付けをしていきます上手だね。それ食べてみて。ビヨンドミートで作ったミートボールだから。え、今これだよ。でもね、いつもの今ダイエットになってる。いつものビヨンドミートじゃないの。なんかちょっと違うやつ。うん、美味しい。あ、ほんとよかった。美味しいですか、ダイナーショーさん。うん、あ、うまい。美味しい、うん、あのさ、普通のビヨンドミートとさ、なんかやっぱちょっと違うよね。なんかちょっと癖があるよね。どうなんかターキーっぽいって言われると分かるよね、そうね、その味が。なんかちょっと気持ち悪いよね。なんか鶏のひき肉っぽくしてるもんね、わざと。そう味もちょっと鶏っぽいんだよね。なんかちょっと気持ち悪いもん。美味しい？うまい。はい、今日の夜ご飯はネバネバ丼みたいなのにもう簡単にしました。納豆と長芋、キムチ、ぬか漬けです。あとはなんか具沢山のお味噌汁が飲みたかったので、いろいろこんな感じで具沢山にして作りました。こんな感じです。ネバネバ、え、ん、何？ネバネバって言ったの。うん、レーズンとレーズン入ってるの。うん、レーズンも少し入ってる。え、入ってない。食べてる。今日のお昼は3人なので、キムチチャーハンにしたいと思います。私は昨日の残りのサラダも食べたいと思います。で、うちはキムチはこのね、ターゲットっていうお店にこのキムチが売っていて、これビーガンのキムチなんですね。これ結構美味しいんですね。で、これをなので使っていきます。じゃ、まずちょっと今もう玉ねぎとかなりいい感じなので、ここにご飯を入れていきます。で、本当は最初にキムチも入れてもう炒めたいんですけど、娘も食べるのでちょっとね、その前に軽くこんな感じで入れちゃいます。でも娘キムチ大好きで普通に食べれるんですけど、まあ、ちょっと薄めに作りたいと思います。 OK、 ちょっと大変、忘れてたんですけど小松菜入れます。さっき入れるの忘れちゃった。
と火を弱めながら炒めていきます。だいたい瓶の半分ぐらい余っていたやつです。で、これを入れて、で、少し味をつけるんですけど、うちはいつもここにニュートリショナルイーストと、あとみりんとお醤油も少しだけ入れます。ちょっと今みりんが空いてなかった。みりんを分けて入れます。で、今みりんも確か、お火が消えてた。あと椎茸パウダーも少し足しました。で、多分これだと私はあんまり辛くないので、あとでコチュジャンとブラックペッパーを別で入れたいと思います。美味しそう。やっぱ緑が入ると美味しそう。こんな感じで仕上がりました。これは昨日の残りの葉っぱで作った簡単なサラダを私と息子が食べて、娘はトマトだけです。で、娘のもこんな感じで全然薄めっていうのかなで作りました。息子はもう全然私と変わらないの食べてます。いただきます。ふわふわで美味しい。ふわふわしてる。うん、あーそう。ふわふわだね、すごい。ただレシピは安定して作れるようになったら、いや、いつになるかわからないけど、シェアできる日を私も目指して頑張ります。おいしいね。こんな感じでハンバーグが焼き上がったので、あと他のをどんどんトッピング盛り付けていきたいと思います。ハンバーグはね、意外に結構、まあ、まだ味見してないから何とも言えないんですけど、結構ね、美味しそうに仕上がっています。今のところちょっとどうかわかんないけど、あの中に根菜も入れたので、ごぼう、千切りにしたごぼうも入れたんですね。そうだから、あと玉ねぎか、みじん切りにした玉ねぎも食感をプラスしようかなと思って入れたので、あ、大変、入れたので、そう、それが結構いい感じに味が出てそうです。で、これは朝のうちに作っておいた煮物です。大根と干し椎茸だけなんですけど。で、いつものこの人参の人参グリルです。これね、意外にみんな大好きで、結構おやつ感覚っていうか軽く食べれるので、これ結構みんな好きで、うちの定番です。で、これ盛り付けて、実は娘は人参が苦手なんですね、唯一お野菜で。だけどこれは食べるんです。だから結構、まあ、普通に美味しいしね、全然最近作って食べてます。もうちょっとどうかな、主人のと息子のと、 OK。 で、あとはこれはただスティック切っただけのさつまいもなんですけど、ちょっともう手でやっちゃおう。それを普通にオーブンでグリルして、アルコールフリーのバニラエッセンスがあるんですけど、それと、それをかけただけです。あのメープルシロップとかかける時もあるんですけど、ちょっと今日はなしでやりました。ちょっとごまかけて、メープルシロップかけた方がもっとあの大学芋みたいな感じでツヤツヤになるので、全然見えてないか。まあまあまあ、こういう感じです。で、あとはハンバーグ、私と主人は大根おろしでポン酢でさっぱり食べたいと思って、大根おろしも朝のうちに準備しておいたのでのせます。子供たちは大根おろしはあの苦手なので、ちょっと普通にこの自家製のポン酢だけかけます。でも、あのハンバーグ自体にもお醤油、生姜、みりんで味がついているので、まあ、子供たちはこんな感じでいいかなって思います。こんな感じでポン酢、あ、流れていってしまった。ポン酢をかけて、あ、
た時に足りない分をかけて、でこれ余ってたサラダの葉っぱがまだ少しあったので、これねサラダミックスに入ってて結構美味しいんですよ。そう、じゃあまあこんな感じかな。であとお味噌汁があるのでお味噌汁を飲みたいと思います。こんな感じ、ピントが合ってないかな、大丈夫、こんな感じです。こんな感じで今日の夜ご飯ができました。で今日デザートはこの下はね、お昼に作ったマフィンの生地、プレーンの生地を入れて、ビーガンヨーグルト、ブルーベリー、ただ桃を切ってちょっとコップ、おしゃれめなコップに入れただけなんですけど、まあ、ちょっと今日主人の会社でいいことというか、まあ、そういう感じのことがあったので、まあちょっとささやかな気持ちで作ってみました。じゃあこんな感じでいただきます。すごい、ごぼうがすごい。うん、何が入ってるでしょう、何でできてると思う。そうそうそう、玄米が少し、少しっていうか3分の1ぐらい玄米。